それから透明性、専門性、一元性、自立性というこの5つの要件をですね、まあ、示させていただいておりますが、まあ、これらすべてをやはりまあ満たしていただくことを、私どものま報告書を書いたものとしては、ですね期待をしているところでございます。でそういう中で、特にすでにご指摘のあるところではございますけれども、透明性という点について、確かにあの以前に比べますと、随分と進歩したというご説明でありますし、 私も拝見しておりまして、まあ、委員会の様子であるとか、その後の記者会見を通じて、国民に対してさまざまな情報が発信されていることは高く評価できるというふうに思うんですけども、問題点は、規制庁というのは一体何をやっているんだろうかということがよくわからないということにあるかと思います。規制委員会は確かに独立性の高い委員会として発足しておりまして、国民から見ても、かつての推進部署とは異なった独立した、まあ、その 性格を持ったものとして期待されているわけでありますが、その事務局としての存在である規制庁というところが、一体どういう審議のプロセスで、どういうことを検討し、その委員に対してどういう情報を上げているのかということがよくわからないというのが、非常に不可解な部分がございます。 で規制庁はあ言うまでもありませんが、かつてあの原子力安全保安院であった、特にあのご所属だった方々が多く、まあ、こちらに移ってこられているということでありますので、まあ、ある意味では過去の仕事の仕方を引きずっておられるんではないかというふうに見ている国民もいるということでございます。でさらに NRC NRC などとと、比べてみますのの事務総局というのは、 非常にあの透明度の高いまあ仕事をしておりまして、しかも委員会との間でも緊張関係を持っているというふうに承知しております。事務総局の方総局の方が示した案に対して、公開の場で委員が徹底的にその院事務総局に対してまあ質疑を答あの仕掛けるというような形での緊張関係を持ってそのプロセスが示されているはずでありますが、どうも我が国の場合にはその今の規制庁というのは委員会のまあスタッフ組織という形に。 なっていて、いわばそのスタッフの組織が委員を支えているのか、それとも国全体のですねあの行政の調整役になっているのかということがよくわからないというような形であります。ですからまさに透明性という点でいきますと、まあ、規制庁の在り方、それから規制庁での審議の在り方、それについてですねもっと国民の見えるような形にしていただきたいというのが私自身あのまあ感じているところでございます。 それから先ほどもちょっとご紹介がありましたけれども、やはりあのこの委員会がちゃんとミッションを果たしているかどうかというのを考えるときには、設置法というのを見る必要があると思うんですが、設置法に書かれていることが十分果たされているのかどうかということは、やはりあの議論していく必要があるというふうに思います。さまざ、あ、まなものがありますが、例えば設置法の4条の第1項、第6号にはです、ね、原子力利用における研究者、技術者の養成訓練といったようなことが、 主たる任務としてです、ね、書き込まれているわけでありますが、一体どういうような形でそれが委員会によって行われているのか、よくわからないというような感じがしております。NRC などでは、言うまでもありませんけれども、チャタルガにです、ね、技術研修センターというのをまあ大,大規模なものを設けて、そこで専門性を高める努力をしているということをま我々は承知しておりますけれども、そういうような業務はむしろ、 これまでですとま JNS の方でやっていたのかもしれませんがどうも規制委員会の方ではそういう動きが見えないというような感じがしておりますでそれから不足の方を見てみますと国地方公共団体住民原子力事業者の間の連携をま保つことというのが 書かれておりますけただ、まあ、これは主語が政府はとなっておりますから、まあ、規制委員会がえ直接に自分からイニシアティブを取ってということではないかもしれませんが、しかし実際のところ、その関係閣僚会議で示されたことにま乗るというよりは、積極的にです、ね、どのような形で連携を図っていくべきなのかということの提言をされるべきだと私は思いますけれども、まあ、そういったような動きは、残念ながらこれまで規制委員会の方には見受けられなかったというふうに感じております。でまあ、今ででももないいすけども安全というのはやはやり 仮にです、ね、あの事故が起こったときに、いくら安全の基準をまあ高度なものにしても、住民の方が協力して逃げてくれなければです、ね、全く安全確保できないわけでありまして、そういう意味では、住民との間の信頼関係、事業者と住民、それから規制委員会、政府、そこの信頼関係、ネットワークがきちっと構築されてこそ、安全基準と呼べるものだというふうに私どもは、私などは思うわけでありますが、どうもそこの部分はミッション、アウト・ブ・ミッションであるというようなご発言もあり、 そこについては政府が判断することだと、あるいは再稼働についても、技術的な安全性だけはチェックするけれども、再稼働するかどうかは政府が決めることだというご発言になっておりますが、どうもそういう出分けでいいのかというような感じがします。なんとなく伝統的な役所の文化に染まっておられるような感じがして、少し問題があるかなというふうに感じております。他にも申し上げたいことがありますが、最後に一つでありますが、安全基準との関係でいきますと、 あの私ども国会事故庁の、まあ、その報告書に対してえ、地震が原因だったんじゃないかというようなことがよく取り出され,て取り出さされ、その時の議論としては、主たる要因が地震だったのか、津波だったのかみたいな、そういうまとめ方で世の中の方々からいろいろな、まあ、その批判やです、ね、いろいろなその質問を受けてきたわけでありますが、私どもは別にその地震がそのしたる原因だったというふうに申し上げているわけではなくですね、 地震が起こって津波が起こったんだから今度の次の事故の時には地震がしたる原因になることもあるでしょうということで、まあ、地震対策というものもきちっとした組み込みをしなければ安全基準というのは作れないのではないかということをま申し上げてきたわけでありますでこれは何かと言いますと事故はおそらくあの福島と同じ事故が2度2度起こるっていうのはかなり確率としては低いわけでありまして次は全く違ったタイプの事故であるというふうに考えたときに あのこの福島の事故が起こるまでの間は、むしろ柏崎刈羽の事故を踏まえて、地震耐震バックチェックという形で、ですね地震対策に注力していたはずなわけでありまして、あの時に議論していたもの、あれが本当にですね事業者の方でクリアされているのかどうか。 例えば配管の設備等について老朽化が生じているようなことはないのか、こういうようなことをですねきちっと点検していただくということをしなければ、次の事故は全く同じものが起こるとは私には思われませんので、その時に想定外だったという言葉がまた出てきてしまうのであれば、それは全くもって問題が解決されなかったということになるんではないかなというふうに思っております。の他にもありますけれども、私の方から以上、2、3点お話しさせていただきましたありがとうございました。 それでは畑村さんよろしくお願いいたします皆さんのところに今発言しようと思ってるののサマリーをお配りしました上半分です組織と規制のあり方のところについて考えていることをざっと書いてきましたで、先ほどの説明にもあったんですが規制庁で基準を決めて その基準を満たすか満たさないかでいろんな判断をされているというふうに説明があるんですがどうも国民全体はもうちょっと違う受け取り方を実際にはしているのではないかという感じがします、それはこの規制委員会なり何なりが判断して大丈夫だといったときから安全はもう確保されてしまうものだというふうに考えているように見えるんです。 それで確保されているか、ここには保証と書いておきましたがこういう考え方をしていること自身がものすごく危ないことなんですというのをこの規制委員長なり規制庁なりどこか分かりませんがそれがきちんと、えー、明示的に国民に説明しないと,あそ,、うん、とあそこが言っているんだから大丈夫だというそういうふうに考えてしまうんじゃないかで逆のことを言うとですね 今までのこういう基準とか法律とかいろんなものを考えてみるとこれを推進するなり事業をしているところは結局それが最低レベルのことだとかそういう捉え方をする最低レベルでそれ以上に安全に必要なことは自分らで考えてやるんだというのではなくてあの基準さえクリアすればいいんだという運用になっていたというふうに思うんです。それれでこれが一番大きな 問題を引き起こしているんだというそういう意識を持って意識を持ってそちらが判断されるんじゃなくて国民がそういうふうに受け取るようなその国民への伝達の仕方をしないとずっとこう誤解が固定化されていくんではないかというふうに思いますでそれで見ているときにすごく大事なことが、えっと、あるんですがこれは あ,のありうることは起こるとか、いろんなことを私たちのお政府事故調は言いましたが、それよりもっと大事なことは、ですねどんなに考えても考え落としや気がつかない点が残っている、要するに今、規制庁や規制委員会で考えられたりやられたりしたことでも完全ではなくて、考え落としがあるんだということを自分たちはきちんと意識していますと、したがって今、自分たちが審査したり、いろんなことの中にも、 まだ抜けているものとか未知のものとかそういうものが残りますというのを初めにしっかり言わないといけないんじゃないかという気がします、えー、絶対安全を求めるその国民の意識の中でこれを言うことはものすごく辛いことだし正しく理解してもらうことがとても難しいことだというふうには思いますがどこかでこのことを言い出さないといけないんじゃないかという気がしますそして、えー、そ,そういう見方からすると 事故を起こさないように対策を打つだけではなくて事故は起こるものとしてその影響や損害を最小限にするような考えをきちんと確立して実際に準備すべきだというふうに思いますでこれは言葉を変えればもう防災一辺倒でやってきた日本の考え方をある部分この防災はもちろん必要なんですしかしそれを完全にやろうとするんではなくて 本当に実現できて負担できるところで被害を最小にするという減災という考えをきちんと原子力でも入れましょうというのを言葉で言わないといけないんじゃないかというふうに思いますでそれができないと、えー、先ほども説明がありましたが活断層の評価のようなものについては随分国民がいろんな反応をしていますでこれはもっと全然違うんで見れば活断層の上に仮に原発があったとしても それが本当に事故を起こしたときにこのくらいの大きさに抑え込むつもりでいろんなものを見ていますというそれでいて先ほど最初に言ったようにそれでも考え落としがあるかもしれないというようなことを言わざるを得ないんじゃないかという,ふうに思いますそれからその次に、基準の検討ここの話を聞いていると全部そうなんですが計画が立つとかですね立案するとかいう話にばっかりなっているんですが 今回の福島を見ると非常にはっきりしているのは、基準の検討や準備をどんなにやっても実際の事故時には実行されない、さもなければできないということが実際に起こっているわけです、でそうするとです、ね、今回のようなものの避難区域、先ほどの説明がありましたが、ゾーンを決めて何をやっていってそれは必要なことではあるんです、しかし避難区域を仮に決めても、経路が決めていないとか、避難場所での 本当に何を決めながら何を見てやっていくのかが本当にできるようなことをやらないといけないというふうに思うんです、これは計画を立てるということとは全く違うことです、実行するということです、で実行できないのにできることにしていてやってみたら、ことの進行の方がものすごく早くて、結局全然できないままになって、計画や検討がまるでなかったのではないかというふうに今、国民は思っているように思います。 そ,れでそんなことにならないようにするには立案するだけではなくて実際に現地で実行してみるというところまでが必要だというふうふに思います。これはあの再稼働をするときに今のままで見るとまた立派な計画と検討はできていたけど起こってみたらやはりできなかったじゃないかということが起こりうるという気がするんです。で特にですね福島の方はこれで えー、避難するときに、道が全部渋滞で動かなかったっていうのを現地に行けばみんな行っているのに、僕たちがやっているような、こういうその報告書なんかのときに、どこも動かなかったというようなことが出ていないように思うんです、でこれはきっと次のときも、例えば30キロ圏で避難をこうやって、ああやってっていうのをやっても、きっと今のままで見たら逃げれないで、全部そのまま渋滞で動けないということが起こるんじゃないかというふうに思います。 で、これはあのおいろんな事故の検討の仕方としても、分析の仕方としても、もっと違うものを入れないといけないんじゃないかなというふうに思います。以上です。大変ありがとうございました。あそれではあ、船橋さんよろしくお願いします。いやありがとうございます。<laughs> まず、あの三つの事故調。 まあその調査報告書、まあ、そ,のそこでの提言と、まあ、それを真摯に正面から受け止めて、まあ、このような機会と場をです、ね、作られた規制委員会のにまず敬意を表したいというふうに思いますし、お招きいただきまして、本当にありがとうございます。あの私どもあの民間事事故故はです、ねまあ、あの福島第一のの原発事故の 原因の究明と、それから背景の分析と、それから事故後の取り組み、危機管理、特にファーストリスポンダー、自衛隊、警察、消防、それも含めて、一体どういうものであったかというようなところに、まあ、焦点を合わせて分析いたしまして、まあ、その最大の問題点として、いくつか指摘したうちでですね、最も重要な点として、 1つはのリスクのタブ,ータブーかタブーしかとそれからシビアアクシデントこの最悪シナリオのこれ想定外かこれがの安全神話を生み出したと。もう